デイリー新潮にこんな話がありました。もう佳子さま、三宅との関係、父親と母親との関係は破綻されてまして、もう修復不可能レベルまでいってるんじゃないかというお話でございます。これ以前から言われてますよね。やっぱりその原因としてあるのは、眞子さんと佳子さまの非常に強い絆、異様とも呼ばれる姉妹愛があるんですよ。佳子さま、明らかに眞子さんを味方している、これ異常なわけですよ。どちらとも残念ながら世間知らずであるには変わりないので、もちろん小室家を支持してるぐらいですから世間知らずなのは明らかなんですけども、国民に対して誹謗中傷と言い放ったんですよね。格差も小室家の側に立たれたんですよ。現皇族の方がこういう一方向の意見に偏るとか、まるで分断を煽ってるような行為なんですね。皇族票をもらいながら皇族の子もやられてるわけじゃないですか。まあやはり我々としては納得できないし、ちょっと反感を感じてしまうから勘弁してくださいっていうわけですよ。実は ICU ご卒業に際して次のような意見を表明して話題となったと。これは永宮家と小室家っていう週刊文春の本から、父と母には明確に反対する姿勢を示されたと。結婚においては当人の気持ちが重要です。姉の一個人としての希望が叶う形になってほしいと思いますと。この文書にもう一つ意味深長な一文があったと。だからこの時点で国民をもう完全に無視してるわけですけど、メディア等の情報を受け止め際に情報の信頼性や情報発言の意図などをよく考えることが大切だと思ってますと。今回の件を通して情報が溢れる社会においてしっかりと考えることの大切さを改めて感じていますと。こういうジャブ打たれてるんですよ、国民に対して。メディア批判ではないですよ、これ。情報を受け止める者への批判となってる。情報を受け止めるときはそれはもちろん大切ですけども、我々も丸呑みしてるわけじゃないですから、信頼性とか意図とかを考えて、眞子さんと小室圭はやばいと思ってるんですよ。三宅は問題がありすぎると思ってるわけですよ。だからこの批判とは的外れですよ。それで覆ることはありません。ちゃんと考えて信頼性とか考慮した上でやばいって思ってるわけですから、いろいろあったわけですよ。永宮様の誕生日を祝う内宴が開かれたんですが、眞子さんと佳子様が姿を見せることはなかったんです。その時のスケジュールで来られないことはこれまでもあったと。眞子さんと佳子様が揃っていらっしゃらないのは珍しい。その後眞子さんと佳子様はどこ行かれたか、アナと雪の女王2を鑑賞されてるんですね。まあ、やはりこれは置き換えてんじゃないですか、多分エルサとアナ姉妹ですから。で、姉は一人で生きることを決めて、妹は恋人と結ばれると、ね、ラプンツェルとかにもね置き換えてるかもしれませんけども、過去から抜けたいんでしょうね。まあご勝手ですけどね、我々の皇族費使わないでください、抜けられてもう皇族費使わないでくださいね、支援を受けないでくださいねって思いますよ。そんなために我々税金として皇族費を捻出してるわけじゃないじゃないですか。我々のお金から当てられてるわけですよ。皇室費いろいろ種類ありますけど、それ合算したらだいたい240億ぐらいになるんですよ。だから一人当たり均等に配分しても200円になる。2億2000万人ですから、人口が。だから有権利って絶対ありますから、まあ救援費、内定費、いろいろありますけど、皇室費、皇族費ね、それ合算すると240億ですよ。こんだけ払ってるんですよ、宮内庁費も合わせて。だから宮内庁にはその半分ぐらいさ宮内庁費なんですからね、しっかり動いてもらわない困るわけですよね。我々の100円ですよ、知った税世帯とかいろいろ考えたらですね、もっとかかってるわけですよ。それは有権利あるでしょ。そう考えたらおかしくないですか。1年間200円も払ってるんですよ。全員が払ってたと仮定した上で200円ですから、もっとですよ。それは口挟んでいいでしょ。挟むなっていう方がおかしいですよ、これは。ちなみに、その中の費用から、もちろん、宮家の回収費が出てるわけですよ。多分、宮廷費が出てると思うんですけど。佳子様、永宮ご夫妻とのご関係は修復不能。重要公務欠席の裏事情。宮家の長女、眞子さんが、功績を離脱したことにより、次女、佳子様のご活動に期待が寄せられていると。だが、今月開催される重要公務には出席なさらないことが分かったと。その背景には、永宮家のご家庭の事情があると。佳子様は昨年5月から、一般財団法人、全日本老和連盟の非常勤嘱託職員となられていると。今月12日、その全日本老和連盟が主催する第70回全国老和者大会が広島で開かれるんですが、この一大行事に佳子様はご出席なさらず、永宮ご夫妻が臨席されると。ご勤務先の施しを欠席する佳子様はどうされるかというと、当日の12日は東京、千駄ヶ谷の東京体育館で健常者と障害者が一緒に音楽やダンスを楽しむ行事、
ドレミファダンスコンサートへのお出ましが予定されていると。表向きには2つのご公務がバッティングした形ですが、連盟にとっては節目となるですね、70回の大会。現職員である佳子さまは全く携わらないのであれば、不可解というほかないでしょうと。そんな対応がままならない背景には、永宮家の家族関係があると。事情を知る関係者によれば、佳子さまは今なお永宮ご夫妻とコミュニケーションが取れてませんと。これはね、裏話ありまして、紀子さまが、本当は最初はね、小室圭のことをすごい信用してたんですよね。第一印象。初めてお会いして話をしました時に、丁寧で穏やかな印象を受けましたと。そして今も同じような印象を持っておりますと。ピアノを聴きたいと話をしましたところ、心く応じてくださって、小室さんの優しいピアノの音色を聞きながら私たちは心眺むひとときを過ごしました。最初良かったんですが、週刊女性が借金を取り上げ始めてから紀子様は態度変えたんですよ。コロッと。ですから、眞子様が非常にそれに対して怒ってるっていうのが週刊誌の論調です。眞子さんと佳子様一心同体みたいな感じですから、信念は一緒なわけですよ。スカイプでやり取りしてますし、そこに佳代さんが参加してる地獄のような空間が生まれてるわけですよ。もう、お二人ともの世間知らずと言いますか、まともに外出たことないじゃないですか。多分してないでしょうし。だから、見る目を養ってきていない。まあ、どこかにかかってしまったのかなっていうのが私が思うところですね。眞子さんの結婚問題で一貫してお姉様を支えてこられた佳子様は最初は賛成していたのにと、いったご両親への不信感が芽生え、亀裂は修復不能の状態であると。でも引っかかるのは、やっぱり支援は絶対されてるわけですよ。永宮家は。それは眞子さんに対して、まあ、やられているんでしょうね。だから眞子さんが離婚したら小室家は支援されないですよ、それね。もちろん。眞子さんを支えるために、眞子の旦那やから多分やってるんでしょうね。支援にね。だから離婚すれば終わるとは思いますけどもね。でも眞子さんは支援し続けられるから、それはそれでおかしいけど。ご家庭でも接触なさらないんだから、長時間移動を含めて同行されるなどもってのほかと。だから眞子さん的には、もう両親は嫌いやし、会いたくないけど、みたいな感じなんじゃないの。で、なるべく会いたくないと。それで、ただ金はよこせと。うん、その金、税金、死にません。皆さん働いてください、みたいな感じなんじゃないですか。ご両親のなさる活動には一切タッチしたくないというのが、偽らざるお気持ちですね。うん。結局、ロイヤル生活保護と言われても仕方ないです、これは。佳子様は今回ダンスコンサートが同日に開催されることに、むしろ安堵なさっていると、拝察いたしますと、いうわけですね。バッティングしたくなかったんでしょうな、っていうのが、週刊誌の論調ですね。まあ確かにそう思うかな。永宮殿下も、小室圭を旦那の方とか言うてますし、認めてないと思うんですけどね。しかし、支援はすると。だから、そのどっちつかずの態度があんまりよろしくないんじゃないかな。認めてないんだったら、なぜ娘さんを話せなかったのかっていうのが、これが一番私が引っかかってるとこなんですよ。小室さんのこと、本音で反対してるんであれば、言ったらよかったじゃないですか、父親として。娘さんを守ってあげることになると思うんですよ。それができなかったっていうのが、だいぶ責任重いと思いますね。債務を果たせないのに、公費をもらうのは問題だと思う。もらうなら出る、出ないならもらわないを徹底すべき。都合よく立場入れ替えて美味しいところ通りするのはよろしくないと考えます。このままでは彼らを応援したいという人はいたとしても少数だと思いますね、と。結婚したいのは好きにさせればいいと。ただし、公金は義務に付随するもの。義務を果たさないなら支給は不要。今後もこれが続くような公金の支給は絞るべきだと考えます。そうですね。家の中でのトップが母親で、肩身の狭い父親がいる。結果二人ともあまり好きではない母親の真似をするという緊急事態となっています。となると、これから二人がどうなるかは平成2年から現在をもっても明白であると。これは明らかですね。残念なバッティングは不幸です。しかしタイミング的にあまりに印象が悪いです。優先すべきコート、置くべき思考の区別がついてないような記事ですけど、本当に分別がわからないんですかと。記事の意図通りなら本当に何をどう教わり学んできたんですか。やはり高円宮家の久子様と教育をね、比べますと全然違うわけで、差が明らかですよ。これは悲しい現実ですね。やっぱりちょっと見習っていただきたいですよね。眞子様と佳子様もこうして出たい言ってるわけですよ。まあしかしね、よく考えてみてくださいよ。ね、我々にとったら失礼な話ですよ、これ。我々がしてるわけじゃないですか、税金で。公務が嫌いとか、公務行かないとか、コース出たいです。でも好きにすればいいじゃないですか。勝手に好きに出ていってくださいね。永宮家の功績復帰すればいいじゃないですか。なんでその議論に行かないんですか。いろいろやり方あると思うんですよ。そんな、いやいややられてもさ、こっちもさ、嫌じゃないですか。本当に自由になりたいんだったら、支援なんて受けないでくださいよ。断ってくださいよ。一時金も、ね、もらわずに。
そんなもらえるんですかって言ったそうですけど、佳子さまは。もらわずに、支援も受けずに、警備もね、全部いりませんって自分で出しますって言って、ハリメーガンみたいに。あの二人は出してるんですから。あの二人はね、批判めちゃくちゃされてますけど、それにも出してるんですから。その分まだ、マシですよ。もう、独り立ちしていただきたいですね。中途半端だからこんな叩かれるわけですよ。もし、これが税金全く使われてなかったら、こんな叩かれてないと思いますよ。ああ、こんな身勝手な人がいたな、それ終わりですよ。税金使うから許されないですよ。外務省費も年間8億円以上かかってくるわけで。すごい額ですよね。そういうのが積もりたまっておかしいことになっていくんですから、再発防止されて何を悪かったかって、国民の声に耳を傾けていただきたいですね。まあ、もう無理なんでしょうけど、耳を傾けていただいて、本当に受け止めていただいて、反省していただいて、再発防止を考えて、でもう二度と犯さないレベルまで進めていただきたいですね。やっぱりこんだけ批判が出てる以上は、ちゃんと直していただきたい。そうでないと、やっぱり不安ですよ。現実的にこれはちょっと問題が多すぎて困ります。以上でございます。それでは皆さんご一緒に。地下室、バイバイ。